の、はい、どうもお茶の水にいます、ベルです。カマです。はい、今回もね、早速やっていくんですけど、はい、その前にまずこの部屋ね、あの34度あるんですよ。タオル必須やばいよね、ほんと。君は何、ライブ帰り？違うよ。何じゃあそれ。打感症なの。席は気持ちじゃねえか。今回はね、やりすぎのね、DVD ですね。はい、第4章、うん、ここまで来ました、ようやく。これ2008年に発売された DVD なんですけど、まあ、中身がすごい濃かったんですよ。テラーの人たちがね、すごい面白い都市伝説をすごい話してたんで、今回は3部作に分けて紹介していこうかなと思います。こちらの動画は主に関さんの話だけを話していこうかなと思います。まず一つ目ですね、新千円札に隠された秘密です。はい、こちらですね、かなり有名な都市伝説で、関さんの書籍にも、まあ、載ってるぐらいなんで、軽くね、流していこうかなと思います。要は野口英世という人物がいますよね。うん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 、で、顔を半分に折ったら、ユダヤ人と日本人の顔、はい、全然違うじゃないかっていうのと、あと目を透かしたら富士山が映ってて、それはピラミッド。うん、ちょうど左目がね、そう上に来るみたいな、ヤハウェイの目になってて、それがアメリカの一ルセスと同じなんじゃないかっていう話ですね。あとは野口英世がロックフェラー財団の研究所で働いていたっていうのも言ってました。はいはい、だからね、このお札に関わる人物と海外の関係性っていうのはかなり深いっていうことですよね。2つ目ですね、はい、これ山手線と陰陽師の深い関係を言ってました。そもそも陰陽師ってどういうものか皆さん知ってますか？あれですよ、はい、結界滅、結界師、そう、結界師なんですけど、そもそもこの陰陽っていうのは中国の思想をきっかけにしてるんですよ。まあ、神羅万象とか宇宙のありとあらゆる物事をさまざまな観点から陰と陽の2つのカテゴリーに分類したんですよね、当時の中国の人がね。でこの2つのカテゴリーに分類したものに属性があると。はい、でこの属性は2つの気を持ってて、まあ、万物の生成消滅といった変化とかはこの2つの気によって起こされるっていう考えです。簡単に言うとこの世の全ては、まあ、二元性、表と裏とかいうものが存在しますよということですよね。でこの山の線もね、対極図にやってるんですよ。これはね、まだ見たことない人もいると思うんで詳しく説明したいと思います。お願いします。まず山手線は、まあ、ほぼ丸、楕円なんですけど、本当はね、はい、この対極図なんですけど、まあ、丸い部分があるじゃないですか、2つ、はい、黒い方の白い丸が陰の陽なんですよね。これを地図にしたらどこを指すと思います？でも橋だから多分新宿の方なんじゃない？そうなんですよ。これは新宿を表して、まあ要は都庁とかある。ああはいはい。で逆にこの陽の陰は皇居を示します。でその真ん中を通ってるのが、そう、中央線じゃないですか。で対極図が出来上がったっていう話ですね。うん、でこの対極図は第一次世界大戦中に設計されており、皇居を悪い気から守るという理由で。まあ、設計が始まったんだよね。で実際にどうやって守ってるかというとですね、山線の中央線から西側に行くと、うん、高尾山があります。ああそうだね、高尾駅あるもんね。そうそう、で高尾山のこの木を中央線で引っ張ってきてるってことですよね。じゃあ逆にその反対ですね、新宿の反対の方面は秋葉原なんですよね。でこの秋葉原に TX 開通したじゃん、つくばエクスプレス、はい、そう、筑波山からの木を持ってきてる。そしてもう一つありますよね、そう、総武線、はいはい、総武線は千葉の成田山からこれ木を持ってきてるんだよね。あ、じゃあ秋葉原に3か所から山の木が集まってるんだ。だから秋葉原はあんだけ栄えたって関さんは言ってます。あー、なるほどね。はい、そして3つ目ですね、はい、この3つ目が僕個人的に好きなお話で、アポロ計画で暴かれた月の正体っていう、どういう話かというとですね、はい、アポロ8号が月に行った話ですね、でアポロ8号っていうのは月の周回軌道の目的なんで、別に月に着陸するっていう目的じゃなかったんですよね。でこれは1968年12月21日に発射され、地球周回軌道を離れて月を周回し
再び地球に戻ってきたんですよね。アポロ計画の、まあ、2番目の有人宇宙飛行なんですけど、はい、初の宇宙船を使ったっていうことなんですよね。でその当時の搭乗員は3人いて、船長がフランク・ボーマン、はい、で司令船操縦士がジム・ラベル、うん、そして月着陸船操縦士がウィリアム・アンダースっていう方なんですけど、はいはい、このジム・ラベルっていう方が、まあ、要は月を周回するじゃないですか、うん、だから月の裏側を見えるんだよ、うんうん、で裏側に行った時にみんなに伝えてくれ、月にはサンタクロースがいたぜって言ったの。これ宇宙飛行士の中でサンタクロースがどういう意味を表すかというと、未確認飛行物体を見た時にサンタクロースって言えって言われてたんで。じゃあそういうことじゃん。そうそう、それをもう普通に言っちゃってんだよ。なんかね、その通信で言ったんっていう話なんだけどね、はい、俺もともとそのアポロ8号って、うんうん、月の周りを9周ぐらいしたらしいの。めっちゃ回るんだね。そうで、その月の真裏にいる状態で、うん、エンジンをバーって噴射して、はいはい、その月の軌道から地球の軌道に戻んないといけないのね。なるほどなるほど。でそこの噴射してる月の裏側って、はいはい、衛星で地球と連絡が取れないから。なるほどね。地球側はすごい何回も発信するんだけど、はいはい、あっちがちゃんと軌道に乗れないと一生連絡つかないまま、はい、アポロ8号は宇宙の闇に消えるんだよ。生死をかけた第一声でサンタクロースがいたっていう発言だったんだって。でこのジム・ラベル、うん、まあ、やりすぎる名前を出してなかったんですけど、まあ、調べたらジム・ラベルさんって人だったんですよ。で後にアポロ13号に乗せられたんだよね、うんうんうん、まあ、言っちゃいけないことを、まあ、言っちゃったからね、公で、うん、で後にアポロ13号はどうなったか皆さんご存知ですよねって動画見たら思ったけど、いや知らなかったんですよね、アポロ13号どうなったかってでこのアポロ13号を知らない人のためにですね、ちょっと説明しますね、はい、1970年4月11日に打ち上げられてるんですけど、打ち上げ直後酸素タンクの爆発事故により月面着陸は叶わなかったんですよ。で事故の際には飛行士たちは深刻な水電気不足に見舞われたんですけど、電力の消費と飲料水の消費を極力を控えることで生還することが無事できたというお話です。で、まあ、このアポロ13号なんですけど、まあ、後に栄光ある失敗とかすごい称えられたんだよね、まあまあまあ、奇跡の生還だからね。そうだよね。でこの13号に乗ったジム・ラベルさんがもうそういう経験しちゃったから、うんうん、ね、もう宇宙に行かなくなっちゃったんですよ。うん、その後一回も行ってません。でそのジム・ラベルさんが調べたら現在おそらくご存命っていう、うん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 、でまあウィキで調べても亡くなったっていう記録がなかったんで、うんうん、おそらく生きてるのかなって思います。だから今93歳ぐらい、うん、ご長寿だねしたらやばいよね。すごいね本当に。そしてラスト4つ目ですね、うん、これはですねこれ以上伸ばせない地下鉄っていうお話です。はい、東西線あるじゃん、うん、東西線って中野から地上に上がってくんだよ。他の地下鉄も、中野付近で地上に上がってくんですよ。うんうん、そうだね。要は西、東京西の方は地下鉄走ってないんですよね。うん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 。で、なんでかなって思ったことないですか？もう不便だよね。だって中野も一応もう今栄えてるわけだし、普通にすごい。その先の吉祥寺もさ、うんうんうん、三鷹もさ、なんなら今もうすごいよじゃん、あの駅の周りとかも。そうだね。そうなのに、じゃあなんで通らないか地下鉄が。はい、これ理由がありまして、環八から西側に不発弾があるからまず掘れないっていうのが、まあ、有名な話なんですよ。うんうん。でもう一つあって、地下には戦争の際に亡くなった人々の遺体が埋まっていて、そのため地下鉄を伸ばすことができない。中野から先に行くと、はい、うん、ひばりが丘っていう駅があるんですけど、うん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 、このひばりが丘、やりすぎは名前伏せてたんですけど、はい、ひばりが丘団地っていうので当時流行ったんですよ、団地が、うんうん、昔の時代ね、結構あった時代だよね。そうそう。でこの団地の図をねちょっと見てほしいんですけど、団地の図の中にしわりがあるんですよ。そう、やばいよね。これがなんでかっていうと、うん、不発弾が埋まってるから、うんうん、で不発弾を処理するのって各市町村の問題なんだよ、うんうんうん、だから抱えたくないじゃん普通に、はいはい、市長からしたら、うん、だからじゃあここで半分にしましょうっていうことで半分にしたっていう話です。いびつに、そのせいでいびつになってるんだ。そう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 。
で、これは知らないで住んでる人もいたわけですからね。まあその不発弾の上にでしょう。そうです。怖いね。はい、まあ今回の動画ねここまでとなります。はい、最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあな。アポロ13号の事故は整備不良だったんだよ。